所属チームと名前お願いします。はい、AS ローマ女子に所属しています南萌香です。よろしくお願いします。お願いします。自分の性格を一言で言うと。そうですね、マイペースですかね。どういうとこが？これはなんかあんま自分でもよく分かってなかったんですけど、あのレッツの時にあのよく一緒にいたチームメイトにあのいつも練習の前とか置いてかれることが多くて、あ、自分ってすごい遅いんだっていうのにそこで気づいて、であのみんなにも萌香ってすごいマイペースだよねって言われてから、あ、マイペースなんだなっていう感じで、はい、多分マイペースなんだと思います。え、なんかさ、未知に雰囲気じゃない？後藤未知、え、未知マイペース、未知ってマイペースや。うん、確かに未知とはやってない。あ、ミチさんとやってます。ミチさん面白い方ですよね。ミチさんすごいあの自分人としてすごい尊敬してる方なので、はい、嬉しいです。すごいあの言葉遣いが上手。うん、はい、次いきます、次いきます。はい、イタリアで一番美味しかったものは？2つ言っていいですか？1つはカルボナーラで、もう一つはピザです。え、日本のカルボナーラとピザと味が違う？全然、違いますね。カルボナーラはめちゃくちゃチーズが濃厚で、すごい味が濃いです、こっちのカルボナーラは。で、ピザはなんか日本で食べるのよりもやっぱこうチーズとかなんソースの味がちょっと違う感じがして、なんか いくらでも食べれちゃうみたいな感じがします。食いてー。いいな。美味しいです。本場イタリアの国。次いきます。はい、座右の銘は？なんか座右の銘かわかんないんですけど、自分が常にもあの持ちながらやってるのが、その学び続けるっていうことを常にこうサッカーしながら持ち続けながらやってることですね。かっこいい。次いきます。はい、最近買ってよかったものは？難しいな。なんかあんま意外と買い物とかしなくて、結構前になっちゃうんですけど、あのスイッチを思い切って買ったんですけど、スイッチ、あのゲーム。あれはあの日本で買ってから来たんですけど、あの日本であんま使ってなくて、イタリア来てからあの一人の時間が増えたので、あの買ってよかったなって今すごい思ってます。ゲームとかすんねや。あ、ゲームします、好きです。あ、じゃあちなみに何のソフト？今やってるのがあのゼルダの冒険やってて、結構あの一人でずっとできちゃうやつなので、あの結構難しいんですけどやってます。わかんねー、スイッチ。わかんねーんだ。わかんねー。やったことねー。はい、次いきます。はい、休日は何してる？そう、イタリアに来てからはチームメイトと一緒に観光したりとか、あとは一人でちょっとあの中心、ローマの中心の方に行ってあの買い物したりっていうのは最近少ししてます。おお、いいね、いい、ローマの休日ですね。あ、まさにそうです。優しい、返しが優しいのよ。ありがとう。はい、次よ。はい、昔していた習い事は？あ、これ見ました、 S チャンネルで、水泳と水泳は小さい頃からやってて、で部活でハンドボールをやってて、あとフットサルをやってました。ちょっと待って、ちょっともう聞きたいことがいっぱいあるんだけど、まずじゃあ水泳から聞こうか。はい。ちなみにバタフライはできますか？できます。できそう、できそう。そしたらハンドボール、はい、ハンドボールはいつやっとった？ハンドボールは、中学生の時に、なんかハンドボール大会みたいなのがこう学校で市の大会に出るっていうのがあって、ハンドボール好きだったんで
その大会に向けて練習してって感じでやってました。へー、ハンドボール初じゃない？え、初あんまいないかもしれない、確かに周りにも、うん、え、なんかわからんけどハンドボールうまそうなんでもええやん、うまいのかわかんないですけど、でもあの球技は結構好きなんでえ、そう、球技系なんでもできそうじゃない、バスケとかさ。確かに、なんかテニスとかもなんかうまそうやし。あ、テニス結構難しいです。そう、テニスって難しいよな、はい、難しい。あ、野球とか好きです。好きそう、好きそうそんなイメージばっかり言っていや、合ってますえ、お兄ちゃんいる？お兄ちゃんいます。あー、やっぱそしたら、フットサル、フットサルはいつやった？フットサルは、小学校の5年、4年生から6年生ぐらいまでやってました。え、それはクラブチームで？そのフットサルをやりたい選手たちがなんか集まって、週に1回だけ金曜日にこう集まってやるみたいな、スクールみたいな感じかもしれない。なるほど、そこで身につけたスキルを。いや、そこなんかその年上の人たちとかとも一緒にできたんで、お兄ちゃんとかと一緒に行ったりして、なんか楽しくやってましたはい、次いきます。はい、イタリアでの1日の生活スケジュールは？練習がだいたい10時半とかからスタートするんですけど、でそこから1時間ぐらいこうセルフケアとかこう筋トレとかこう各自の時間があって、でそこから11時半ぐらいからですかね、だいたい2時間ぐらい練習があって、その後こうお昼ご飯を練習場で食べるので食べて、で家に帰ってくるのがだいたい3時前とかなので、買い物スーパーとかにご飯の食材を買いに行ったりする日はその時に買い物に行って、で帰ってきてから洗濯とかで、で時間があったらちょっとそこでスイッチとかやることをやって、でご飯自分で作って、7時半から8時ぐらいの間に夜ご飯を食べて、最近はお風呂に使ったりするので、でご飯の後少し時間経ってからお風呂入って寝るって感じですね。で午後にたまにチームメイトと一緒にジムに行ってトレーニングしたりっていう時もあるんですけど、だいたい練習の日はそんな感じで過ごしてます。え、試合には？試合には？試合の日はホームの時はだいたい2時半とかに試合があるので、ブランチみたいな感じでホテルに1回みんなで行って、でそこでお昼ご朝ごはん兼お昼ごはんみたいなのを食べてから試合に行くので、少し朝ゆっくり起きて、軽くまあ家でバナナとか食べてからホテルに行ってブランチ食べて、そこから試合に行くって感じなので、ちょっと日本にいた時とは違う、みんなでお昼食べて試合に行くってことがなかったので、ちょっと新鮮な感じはしてます。やばい、めっちゃいろいろ聞きたいねんけどさとりあえずちょっと後にするな。あ、はい、じゃあサッカーモードにチェンジするんでお願いします。オリジナルのサッカーモード。はい、サッカーモード、イエーイめっちゃナイス最高、何も説明せずにやってくれた。もうね、準備がね、もう素晴らしい。素晴らしいね。サメさんの見させていただきました。いや、ありがとう。最初ですね、サメちゃんのやつは。じゃあ、いきます。はい。子供の頃の憧れの選手は？私自身、小さい頃にあんまりサッカーを見るよりこうやる方が好きだったので、あんまり選手を小さい頃知らなかったんですけど、唯一憧れてたというか知っていた選手がサキさん、熊谷サキさんで、サキさんを小さい頃から好きというか憧れてずっとやってきました。サキ見てるかサキどんなところが？最初はサキちゃんのことをテレビとかでしか、テレビ試合とかでしか見てなかったんですけど、まあ、その時から憧れてて、で実際一緒にプレーしたりとかして、人としても本当尊敬できるし、サッカー選手としてもそうだし、なんかこう自分が憧れされてた選手と一緒にプレーしてみて、あ、この人を憧れてプレーしてきてよかったなっていうか、そう思えるような選手でした。すごい、なんていい子や
口が泣きそうだよ。仲いいですもんね、さきさんと。もうずっと。でもさ、そんなさきとさ、センターバックでさ、ワールドカップとかね、大きい大会で一緒に戦えるってすごいよね。いや本当に幸せですよね。なんかこう最初は特に自分がさきさんとプレーしてることに実感が湧かなくて、本当にわーわーって感じだったんですけど、今はまあいろいろ考え方とかも変わってて、頑張らなきゃなって思ってます。ぜひ頑張って。いつか違う立場になると思うよ。ねえ、萌香ちゃんをさ憧れてきた選手が隣に来るかもしれないからね。ああそうですよね。そうなれたら嬉しい。来るよ。応援してます。ありがとうございます。はい、次行きます。はい。ここだけは負けない自信のあることプレーは。日本にいた時はやっぱ背も高い方だったので、やっぱヘディングとかは自分の中で長所として武器としてやってきたんですけど、なんかこう海外出てきてからなかなかやっぱ自分より背の高い選手とかが多くて、ヘディングっていうとヘディングかって言われたらちょっと自信なくなっちゃうんですけど、まあヘディングとあとはまあイタリア来てから自分の新しい武器だなって思ったのは、やっぱこうリスク管理のところは特にまあ、海外の選手に比べると長けてるのかなって感じますね。ビルドアップめっちゃうまいと思う。なんか自分的にビルドアップうまいかって言われたらちょっと自信を持ってよく言えないんですけど、そう言っていただけて嬉しいです。いやめっちゃ、てかさ、レッツの試合見たことあんねやんか。アイラックいた時かな、昔、めっちゃ昔で、その時に多分まだめちゃめちゃ赤かってん、萌香ちゃんが。はい。でもその時に、いやあのセンターバックの子めっちゃうまいなって思って。本当ですか。いやほんまにもう結構前で、何年前やろ。多分あれですかね、レッツで試合出始めたぐらいの時かもしれない。であの子誰って言ったら、みなみ萌香ちゃんって子でみたいな。嬉しい、ありがとうございます。ずっと覚えとって。ありがとうございます、嬉しい。アメリカ戦のカバー力は本当にすごいなって思った。結構さ、危ないシーン裏でバーンって抜かれたシーンとかも何回かこう防げてたシーンもあったし、危険察知能力っていうかポジショニングがいいのか。予測は結構早い段階でしとかないと、自分の能力的に早くしないとっていう、こう気持ちがあるので、予測は確かに結構意識してやってるところではあります。はい、次いきます。はい。プレーする上で一番心がけていることは。味方の特徴を理解して生かすっていうところは常に意識してやってるところではあるかなと思います。じゃあイタリアの選手はどんな感じ、特徴は。イタリアの選手はまあ日本でもそうですけど、やっぱこう人によって全然こうプレーするスタイルとかが違うので、だから来た最初とかは本当にどういうプレーをするのか理解ができなくて、その選手の良さを全然こう活かせなかったというか感じがあって、その難しさもあったんですけど、まあ、だんだん慣れてきてからやっぱりこう仕掛ける選手が多いので、日本に比べて早めにこう足元にパスをつけてあげて勝負させるみたいな選手が多かったりとか、あとは、まあ、フォワードの選手によっては裏への抜き出しがすごい上手な選手もいるので、もうこう受ける前にスペースを見て、で、まあ、アイコンタクトを取って、でもう受けた時には走り出してくれてるみたい な、 なんかそういう意思の疎通とか、まあ、味方の特徴を生かしたプレーっていうのは意識してやってます。すごい賢いね、やっぱ。確かに、だって海外でプレーする上でほんまに大事やんな、味方の特徴を分かるっていうのは。そうですね、なんかこっちイタリア来てからそれはすごい感じるようになりました。味方のプレーの特徴を理解して生かしてあげるっていうのはすごい大事だなって。もっと掘り下げたいねんけど、次行くな。〇〇選手のここはほんまにすごい、誰のどこ。あー